味噌汁。味噌汁は、日本料理における汁物の一つで、出汁を味噌で調味した汁に、野菜や豆腐、符や魚介類などの食品を見としたスープ様の料理である。お味五符、五ごごつけ、お味をつけとも言う。日本の食文化において、飯と共に提供される汁物料理の代表である。本膳料理では、基本となる本膳の汁物は、味噌汁とされ、ナマズの一品、 平皿と呼ぶ、煮物の一品、そして焼き魚等の焼き物の一品の三菜とともに、一重三菜の汁を構成する。海石料理でも、飯と汁物と向こう漬けが最初に提供されるが、これも味噌汁が多い。海石料理では、飯とともに、止めワン、または、止めワン、止めワンと呼ばれる汁物が、最後に提供されるが、これも味噌汁が多い。家庭料理では、 お袋の味と称されることもあり、また、各地で古くから作られており、名物料理であったり、町おこしの料理とされたりする。また人汁一切として、素食の代表とされる食生活でも、欠かせないものとされている。とりわけ味噌汁は、主食を食べるに際しての食欲増進の役割を、おかずと共に果たすと同時に、味噌に含まれる大豆のタンパク質は、 かつての低タンパクの日本食における主要なタンパク源であり、また汗とともに消耗する塩分の補給に大きな役割を果たしていた。西洋料理のスープに相当する側面がある。パンもご飯もそれぞれ固形物であり、味に乏しく単独で食べるのは口寂しい。そこで食べ方の一つとして、スープ、味噌汁という塩味がある汁物と一緒に食べるという点で、両者は、 共通するものがある。ヨーロッパのスープは、硬くなったパンをふやかして、柔らかくして食べるという側面は、ご飯と味噌汁による増水に類似する。日本料理で類似するものに、吸い物があるが、味噌汁が飯と飲食されるのに対して、吸い物は酒と飲食される魚として区別される。近年は、外食産業の発展などによる食文化の変化から、 家庭で味噌汁を作ることは昭和の時代に比べ少なくなっているという。東京近郊では、お味五譜、おみおつけと呼んでいる。おみは、味噌、おつけは、汁を意味する、尿棒言葉。江戸時代に、江戸の地で使用され始めた。午後五譜と書くこともあるが、これは、おつけに、さらに窃当時がついたという民間語言説に基づく、もので本来は正確ではない。 特にこの地域では、味噌汁の中身の固形物のことを、具とは呼ばず、身と呼ぶ、おつけの身、など、具と呼ぶようになったのは、近年のことで、特にテレビのグルメ番組で一様に具と呼ぶようになったのが影響している。他には、おでんの種も、具と呼ぶなど。また今日言葉では、おみいのおしい。おみいが、味噌、おしいは、おすいのいで、汁に相当する。近畿。 また近畿からの開拓入植者が多い北海道では、汁を掃除ておつゆ、もしくは、おつい、おつと称する。おつゆを澄まし汁と味噌汁を区別して使用する場合も、ある。身によっては、たら汁、豚汁などのような名称を用いる。しかし、鍋物を味噌で仕立てた場合には、味噌汁とは言わないのが普通である。人によっては、単に、汁と略して呼ぶ場合もある。 日本国外、主に英語圏では、味噌スープ、味噌スープと呼ばれている。味噌汁が、庶民の食卓に登場したのは、室町時代の頃と言われている。もともとは、田舎料理で、主に農家などで作られていたものであったが、時期が経つにつれ様々な階層にも次第に普及し、やがて、日本人の食卓に欠かせないものになる。調理が簡単で大量に作れる上、熱中症予防に、 効果の高い味噌汁は、戦国時代に人中食として考案されたとする説がある。里芋の茎を味噌で煮しめた芋柄縄は、ちぎって神傘に入れて、熱湯をかければ簡単に味噌汁ができる、人中食だった。石田三成は、熱湯に焼き味噌をかき立てて飲めば、終日米がなくとも植えたることなしと語ったとの、言い伝えが人中食としての味噌汁は、 むしろご飯に味噌をかけて湯を入れたものであることも多く、もともと汁かけ飯だったものが、後にご飯と味噌汁の組み合わせに変化していったとも言われる。各地に残る味噌には、戦国武将の公安によるものとされるものがある。上杉謙信の越後味噌、伊達政宗の仙台味噌など。江戸時代においては、ほぼ全ての家庭の食卓に普及した。庶民にとっては、ご飯、味噌汁、 漬物の組み合わせが一般的な食事スタイルの基本となった。これに服飾が一品つくと一汁一菜となる。江戸市中においては毎朝売り歩く物売り、しじみ売り、納豆売りから味噌汁の実を買い、朝食時にご飯と共に食べられていた。そして朝食に限らず、食事の時の白米のご飯の付け合わせの汁物として食べられている。また、 味噌汁の味付けの元となる味噌は、元来は豆を塩漬けした、保存食であり、そのままつまんで食べるものであった。味噌が、保存食から調味料へと性格を変えるのは、味噌汁の普及によるところが大きい。現在に至るも、日本人の食に一番密接している料理ともいえ、欠かすことのできない存在である。例えば飲食店における定食の多くが、ご飯、味噌汁、そして、 服飾の組み合わせを基本としている。素材はだしと身と味噌と、要素は三種だけだが、鍵を握る、だしの素材の昆布の選別、削り節の削り方や煮干しの見分け、味噌の見分けや識物など奥が深い。調理時間は短く、10分ほどから長くても1時間ほどで、ある。米麹や麦麹の味噌の味噌汁は、調理の際に味噌を加えた後に強く煮立たせると、 味噌の香りが揮発して風味が減じる。そのため、火を止めてから味噌を入れたり、煮立つか煮立たないかという時点、この状態を煮え花というで火を止めることもある。例外として、八丁味噌に代表される、東海地方の赤味噌、赤だし味噌に関しては、豆麹のため、味噌を加えた後に煮立たせても良い。簡易的には、出し入り味噌と乾燥わかめや麩を入れたカップに、 お湯を注ぐだけで完成する。煮立たせても良い赤出し味噌は、朝食時についた自分を作り、昼食、夕食時には、鍋を火にかけるだけで済む。使用する味噌は様々だが、地域別で見ると、赤味噌が好まれる地域、白味噌が好まれる地域などに区分することができ、それがそのままその地域の代表的な味噌の銘柄にも、なっていることも多い、そうを参照。しかし、 戦後の食糧不足の折に、新州味噌を高温で3ヶ月で発酵させる技術で、国を挙げた大量生産が始まり、これが元で全国的に普及し、今もなお、新州味噌を使う過程も多い。また、赤味噌と白味噌をブレンドする場合もある。有名な例としては、西京味噌と八丁味噌をブレンドした味噌汁がある。一杯分の味噌の使用量は15グラムが標準とされているが、 ワンの大きさや好み、使用する味噌の違いなどによって若干幅がある。汁としての塩分濃度は、おおむね1%程度である。出汁の材料は、昆布、煮干し、鰹節、削り節などが主に使われる。これも様々であるが、近年は、固形や、下流状のインスタント製品、出汁の素などと呼ばれるを使うことがある。また、味噌自体に、出汁の成分を混ぜ、 出し入り味噌として売られるものもある。味噌汁の実には季節や地方風土により様々でありここに一例を記す。根菜類、芋類を主な具とした味噌汁ではケンチン汁が知られている。沖縄県の食堂には味噌汁というメニューがある。これは大きな丼に豚肉、ポーク、ランチョンミート、ソーセージ、豆腐、かまぼこ、野菜類、鶏卵などが入った。 具だくさんの味噌汁で、特に定食と表記されていなくても、ご飯や香のもの、時には副菜と共に供される。なお、沖縄県の味噌汁では、調理時に油を入れるのが普通であり、実に肉が含まれない場合は、ラードやマーガリンを加えるなどする。これは、沖縄人好みの味食うた、濃厚な味になると同時に、野菜を柔らかく煮るのに効果があるという。 また豚肉、かまぼこ、こんにゃく、しいたけなどを白味噌仕立てにしたイナムドチや、魚汁という魚、丸ごと、あるいは、ぶつ切りを身とした味噌汁などもポピュラーである。台湾では、と呼称される。主に大衆食堂で提供され、日本の味噌汁よりも、薄めの味付けになっている。朝鮮半島にはキムチを漬ける際に残った、派材を利用した、日本の味噌汁に似た。 白菜、大根の葉を用いた、うごじく、イクの名を茹でた、うごじ、や、しれぎく、した野菜を戻した、しれぎ、などがある。傾向可能という意味での最初の即席味噌汁は、芋柄なーである。湯を注いですぐに作れるという意味では、江戸時代のたたき納豆が元祖である。この他に、ローカルなものして、鰹節を用いた、茶節、鹿児島県や家中湯。 沖縄県が存在しており、これらは現在も作られている。現代では1974年、昭和49年にインスタント味噌汁が発売された。フリーズドライの実と味噌、下流状のパックを手持ちのワに入れて、熱湯をかけるだけで一杯分の味噌汁が準備できるため、単身者や 料理の時間がない消費者から受け入れられ、インスタント味噌汁シリーズの拡充や各社から同様の製品が発売された。あとの1981年、昭和56年には生の味噌をパックに封入した製品が全国に向けて発売され、関西地方ではトップシェアが交代するほどのヒット商品となった。その後、インスタント味噌汁は生味噌を用いた製品が主流となった。 現在は、老舗の味噌醸造メーカーもインスタント味噌汁を発売し、豚汁や殻付きのアサリが入った紙やプラスチック製のカップルのものや、一つの袋に生味噌や身が封入された安価なものなど、品揃えも豊富になっている。一部の牛丼チェーン店では、小分けはされていないものの同様の手順で準備できる味噌汁を提供している。1990年代には、 紙パックに封入された味噌汁をストローで飲むという奇抜なスタイルが提案されたが、消費者に受け入れられることはなく、短命に終わった。また、懐汁粉のアレンジとして、乾燥させたあんやあられの代わりに、粉末の味噌や乾燥わかめ、ネギを加えたものもある。懐汁粉同様にお椀に入れて、湯を注ぐと、インスタントの味噌汁ができ、最中の皮がふやけて、負の代わりとなる。 味噌汁の具を増やすための乾燥させた具が単独で市販されている場合もある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。